ね、ちょっと隣に暗いやつ立ってますけどね、こいつね、元引きこもりなんですよ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとさ、うん、あのお前に聞きたいことがあるんだけどさ、うん、もしもさ、女の子と一緒にいるときに、うん、ヤンキーが因縁つけてきたらどうする？いやもうそんなもんな、もう男として体を張ってでも守るよ。お前にそんなかっこいいことできる？いやできるでしょ。あ、じゃあさ、うん、今からな、うん、俺が因縁つけに行くから、うん、守ってみせる。あ、わかった。いやー、今日のデート楽しいね。ここが人間界か。あそこにうまそうな人間がいるぞ。ぶち殺してやる。いや、でも言えた、こんなやつ。いや、つーか、お前絶対人間じゃないだろ。その通り。え、俺は、うん、S 級魔族だ。いや、ヤンキーやれよ。S 級魔族ってお前よ。そんなやつ勝てるわけねえだろ、俺よ。おい、てめえ、その右足をどけろ。右足？いや、なんだよ急に。花を踏んでいる。いや、こいつ根は優しいタイプの魔族だ。なんだこの魔族。いや、つかもう人間をやってくれよ。人間？いや、そりゃそうだろお前よ。いや、さすがにな、そんな魔族相手に俺勝てるわけないでしょ。ダッセ。いや、ダッセって勝てるわけねえだろ、バカ。いや、もう悪口だな、ただのよ。下北かぶれが。下北かぶれって見送れ。あ、かぶれてじゃん。いや、じゃあお前魔族に勝てんのかよ。あ、俺は魔族勝てる。じゃあもういいわ、もう俺な、今ちょっと魔族やるからさ、ちゃんと戦いに来いよ。あ、戦いだよ。うん、オッケー。楽しいね。あそこにうまそうな人間がいるぞ。ぶち殺してやる。相手が悪かったね。お前は俺には勝てやしねえ。いや、なんでだ。俺の中にはな、3人の人格が宿っている。いや、何言ってんのこいつ。1人目はいつもの俺、工藤新也。おう。そしてもう1人の人格が空手コマンド三本、ボクシングを極めた男、え、ヤスベイだ。いや、名前もったりしてんな。な、名前に損してんだろ、やっべ。そして、え、最後の一人の人格、うん、ペットショップの非常勤、非常勤。大河原ゴンゾーだ。いや、最後のやつ名前だけ強そう。いや、名前交換しろよ、やっべと。断る。なんで断るの。なんでやっべと仲悪いの。なんだこいつ。そうか、え、お前が戦いたいのか。いや、何これ。あとは頼んだぞ。ちょっと待って、おい。いや、この女、こいつのどこ好きになったんだよ。優しいところです。いや、普通。好きな部分以外に普通。なんか出てくる。え、やすべか、空手のやすべか。え、いや、ペットショップ大河原出てきた。いや、こいつになら勝てるわ俺。いや、移動早っ。え、クイーン。いや、気痛めてる。ペットショップの大河原が指先にめっちゃ気痛めてる。え、レイガー。いや、誘惑見すぎだわ、もういいよ。